こんばんは、しめらです。先ほどですね、上級をクリアしまして、今度は超上級、攻略波紋男爵のテレンバトの超上級に挑んでみたいと思います。消費スタミナは15ということですね。フレンドが出てしまうので少し隠させていただきます。まあ、数章というアイテムをやはり手に入れなくてはいけないので、なるべく早めにね、ガンガン取ってしまいたいですよね。まあ、極みはやっぱ一番出やすいんだと思いますけれども、今回は、こんな構成です。SSR 白ジョナ、SR ダービー、そして SSR の、白ジョセフ、SR の、アカディオ、新アカディオ、SSR の旧華教員です。ただしこの、ステージは赤属性が多分封じられていると思うので、完全に援軍スピードブースト要因となってますね。まあ、意外に白属性と緑属性だけで、全員揃えるのっていうのは結構ね、ハードルが高いですよね。それでは参りましょう。赤、青、黒属性 90% カットです。さあ、カードが出てきましたね。先制です。先制のダメージがどれぐらい来るか。まあ、死ぬことはないと思うんですけれども。どうでしょうかね。6976。まあ、そこそこといったところですね。これはね、アイテム設置の、サンタナと、ジャックがいますので、コンボダメージカットのブラフォードか。まあ、ジョナを走らせましょう。とりあえずジャックに当たるまでに、火力を大幅に上げていただきたいと思います。もしくは、壁波紋で、それなりに当たってくれればと思います。どうだろう。壁に、あ、当たりましたね。うん。5万ぐらいしかないので、接触1回で倒せますね、ジャックは。おそらくブラフォード以外は全滅する感じだと思います。今回でもラッキーかもしれないな。本当に白属性が、この白ジョナが強いんで、今回の、クエストには非常に相性がいいですね。まあ、同じ理由からすると、イギーとか持たれてる方だと結構楽な気がしますよね。逆に白の強いキャラを持ってない人だと、今回のイベントは結構大変かもしれないですね。まあ、ジョセフかイギー、もしくはカーズあたりですか。あ、結構ブラフォード体力ありますね。6万ぐらいありますかね。なので、倒しきれなかったです。とりあえずゲージを稼いでおきましょう。あ、そうか、先導パワーなんてのも非常に役に立ちますよね。やはり、セペイが強い。おそらくこれでゲージもかなり、満タン近くなるのではないかと思います。うん、いいですね。増援がルービー、あ、カウンターか。どうしようかな。ダービーでブラフォードを倒すのは簡単ですけど、次はちょっと狙いにくい位置になっちゃいそうなので、あ、大丈夫かな?こう行けばいいですからね。大丈夫そうですね。まずこっから行って。そして、ルービーも倒しちゃいたいと思います。あ、通称出ましたね。闇の通称でした、今。まあ、属性が全部分かれちゃってるので、全属性集めるのは結構大変そうですけどね。はい。青、赤、青、黒。90% カットです。まあ、スキルゲージ2分の1のマニッシュボーイ。そしてグレーフライ。サンタナ。ジェイジー。
ボインゴですね。まあ、このキャラたちはおそらく新しいアービーは持ってなくて、おなじみの感じにあっているようですね。はい、ここはダービーの力にちょっと頼っちゃいましょう。一番手っ取り早いですからね。ガンガン戦うが。ただし、スキルゲージもらえる量が半分になってます。なので、これで2ゲージもらいますね。あとは、数章が落ちる敵が誰なのかは気になりますけれども。はい、SDC 登場。あー、ちょっと位置悪いな。あそこだとさすがに弱点狙えないですね。まあ、強いて言うならこの白ジョナデがちっちゃいから狙える可能性はわずかにありますか。あ、当たっちゃったね。失敗。あ、でも当たりましたね。まあ、ここまで浮かせれば問題ないでしょう。あとは、これで倒しちゃいましょう。はい。まあ一応、無難にクリアできてるので、うん、上級まではそこまで難しくなさそうですね。お、ウンドゥールだ。ウンドゥールと船長、そしてペットショップですね。あ、そして、ナイフセッチのジャックがまた出てきて、一番手前にカウンターのワイヤードベックかな。一番手前にワイヤードベックはちょっと配置が嫌だな。まあでもですね、はい、カウンターですね。でも、まあ、ダービーを使えば大丈夫そうですね。ただ、これ、ちょっと味方の位置が悪くてね、下教員でワイヤードベックの弱点に当たるまでに、ワイヤードベックは移動しそうな気がします。あ、大丈夫でしたね。下教員が向こうへ飛んでってくれました。もうちょっと上に行ってから、カウントシャットしましょう。OK。数章出るかな。あー、何も出ない、まあ、上級、この超上級まではそんな確率高くなさそうですね、今やってる感じですと。さて、カウントシャッフルを連発していきます。アレッシーが、属性相性が悪いので、わずかに残りましたね。あーっと、まずい。うん、この超上級はガンガンダービー無双ですね、完全に。ガンガンダービーがいるとすごい楽な感じがします。はい、ボスはタルカス。あ、敵にダービーの 60% カットが出てきたな。そして攻撃量アップのホルホース。またウンドゥールがしかもいますね。青属性はでも基本的に連れていかないと思うので、ウンドゥールはあんまいらないような気がしますけどね。そしてミドラーですか。ダイヤモンドミドラーかな。で、これがボスなので、増援が5、結構多めですね。はい、ダービーがダメージ 60% カット。60% カットされてるので、これは結構落とせないかな。あー、コードはダイヤモンドと同じのミドラーまで発動されたら、これそう簡単には落とせなくなっちゃいますね。しかも配置がそのミドラーがすごい手前にいて攻めにくいという、って感じですね、本当に。というわけでどうしましょうかね。衝撃ダメージブーストがこのダービーに当たるのかどうか。タルカスがいるのでちょっと無理かな。ということで、白ジョナかな。ちょっとこれはでも、配置は良くなかったですね。ミドラーがこんな手前だとな。どうしたらいいものか。ミドラーに当たる前に、
打っちゃって落とせるかどうかっていうところでしょうかね。これでいきますか。どれぐらいに行こうかな。1,2,3 カルカスの上に当たるぐらいの感じでいきたいですね。もうちょっとかな。あー、取っていきすぎか。これでいいや。なるべくコンボ数を稼いでから、ウッシャーといきたいと思います。ん？ちょっと浅かったかな？タルカスに当たっちゃいそう。当たっちゃったな。軌道が変わってどうなるかな？ミドラーに当たってはいけないが。まあ、悪くはないか。大丈夫かな？あっ！しまったー！タップが間に合わなかった。あ、まずい。これだとジョセフが。あー、そうですか。そっちになってきますか。あ、そうだ。今、あれですね。ちょっとうっかりしてましたけど。移動距離が落ちてました。なので、止まっちゃったわけですね。はい、カウトシャッフルで攻めていきます。ちょっと危なかったですね、今。これぐらいはいけるよな。いくら短くなってるとはいえ。あ、でもそうか。これあれだっすね。ジョセフが重くなってんのが、あんま良くないですね。そうか。しょうがないな。とりあえずこれで2体倒しときましょうか。まあ、これはちょっと、あまり、得はしないですけれども。まあ、増援が何が出てくるかちょっと気になりますね。ディオ、ストレイツを、シトロハイ、あー、シトロさんか。シトロさんはやばいので、これはチップを使っておきましょうか。まあ、ジョナはいいかな。多分ジョナには当たらないと思うので。さて、手榴弾貼り付けといきましょうか。もう怖いので、ちょっと早めに打っときましょう。ん？大丈夫か？ディオが、あー、危ない危ない。ディオがそこにいるからね。結構怖いんですよね。ディオの弱点以外に当たっちゃうと止まっちゃうので。やっぱ全然移動できないですもんね。カルカスの効果で。これはディオを倒しておこうかな。でもな、ストレイツとかも結構厄介ですね。ジョナにチップを使っておくべきかな。ルールも動いちゃうんですよね。困ったもんですね。ジョナにチップは使っておきましょう。ここは惜しまないでいきます。まずはディオを倒しておきましょう。あ、いい当たり方しましたね。さて、これでウンルールはどこに来るんだ？ 5696。まあ、そんなダメージ高くなかったですね。なので、そこまで、怖がらなくてもよかったかもしれないです。とりあえず、ストレイツを倒しておきましょうか。デーブを倒して、デーブをちょっと弱点接触しておきたいですね。体力減ってると、火力は増して危ないですからね。まあ、セペリは動かれるのはちょっとやむなしということで。火教員。まあ、ジョセフはここでお役ごめん。ああ、そしてアカディオ登場か。これスピブが発動して、
タルカスの効果がだいぶ軽減される感じがしますね。ただこの超上級は、あれですね、完全生物をつけていった方がいいですね。この感じですと。白ジョナで一気にじゃあ殲滅していきましょうか。これぐらいかな。タルカスが浮いてくるのでちょっと読みづらいですけど。これで上に浮いてきて当たってくれるかどうか。うん。ちょっと薄かったかな。でもまあ、悪くない当たり方ですね。まあ、とりあえずこれで負けることはなくなりましたね。ただ回復されたくないんで、できればこのまま一気に落としてほしいですけど、まあ、移動距離が落ちてるので、ちょっと落としきれないような気がします。惜しいね。もうちょっとだったんですけど。180万。まあ、体力は分かりました。さあ、あとはもう普通に弱点をつきながら削っていくだけという感じです。まあ、ボスはタルカスなんで、緑属性も半減されてしまうので、基本的にはこの最終ラウンドは白で削らないと時間がかかりますよね。今回はでも数章も1個出たので、うん。まあ、一応、ドロップは確認できました。あらららちょっと嫌な位置に行っちゃったな。弱点が狙いにくい。ジョナサン以外だとあんま押せないですね。ちょっと重いですね、やっぱり。あーどうしよう、これジョナがちょうど邪魔しちゃってんな。軌道上にいるな。ただ正面から一応今のように当てれば、小さくなってる白ジョナなら一応押せるんですけども、多少軌道がずれることがあります。あ、もうディオは全然通らないですね、やっぱり。赤なので。あー。さて。また白ジョナで攻めていきましょうか。青属性がカットされてるんで、意外に落としにくいですね、このタルカスは。ちょっと当たり方が悪いな。あー、そうなっちゃう。角度がね、今回恵まれなかったですね。ちょっとコマンドスキルがもったいないんで、ガンガン使っていきましょう。まあ赤はいいか。ほとんど通らなそうですね。惜しい。もうちょいだ。カウントシャッフルで落とせるかな。
ああ、まだ足らないか。さて。はい、無事倒せました。あれ？ああ、S1 タルカス落ちるんだ。へえ。これが数章ですね。闇だと思いますね、色的に。はい、初回ですのでダイヤも2個いただけました。これでもあれですね、この新しく得た数章はアイテムボックスに入るのかな。あ、入ってますね。黒の数章、手に入るスペシャルクエストは、波紋男爵のテレンバトルだけということですか。なのでこれをイベントが来てる間でしか強化できないという結構厄介な話ですね。まあいずれはもっと増えるのかもしれないですけれども、今回は、波紋男爵テレンバトル超上級に行ってみました。ご視聴ありがとうございました。